はい、先生、よろしくお願いします。本日皆様におつなぎしたいピッカピカのカピカピ情報はこちらです。しゃこれはですね、鶴枯れ灰カビ金閣ではないですよ、この枯れ方。はい、こちらですね、はいはい、ほらこれまたですね、モグラ。ちょっと何が問題かというとですね、これはこれで、こっちがですね、こっちのベッドがモグラ被害ゾーン、はい、これとかですね、はい、あっちの方にもですね何本もあるんですけど、こっちに、徐々にですね陣取りゲームで負けつつありますね。でですね、これはまあモグラもまあ生きていくためにしょうがないんでしょうけど、昨日ですね、実ははい、こちらはい、初めて見た方、これですね、実はですねモグラ音波撃退機といいまして、このまあ、ここに20センチぐらい埋まってるんですけど、それがビービーと、まあ、等間隔ですね、アラームが鳴ってですね、モグラが嫌がるということで、ここに実は一つ。で、この一番向こうに、はい、あの、ブルーの、はい、はい、あそこのブルーの容器ありますけど、その向こう側に一つ。そしてですね、この暖房機のずっと、ま、前に行ったところの中央ですね。一つで合計三つです。はい。これ昨日設置して、今朝そこがやられてました。あそこが。何なんですかね、これ。どういうことが起こってるんですかね。やはりモグラの逆襲ですかね。とりあえずですね、本日も皆さん頑張りましょう。はい。このキュウリ取った方がいいかな。ああ、いい感じですね。あ、でも、ちょっと短い感じですね。はい。ということです。今日もですね、皆さんがハッピーでいられるように祈ってます。今日はですね、瞳が増量中ですね。しばらく、一週間ぐらい、瞳で、儲けさせてもらおうかなと思ってます。MT はちょっとやっぱ減ってきて、今は葉っぱ取って、枝誘引、摘心って感じですね。で、兼ね備えも、そこそこ。コレクトもそこそこ。で、今日は合計5コンテナでした。はい。大して儲からないですね。はい、ということです。最初はピーヨピーヨ、あっち向いて、ほいほい、じゃんけんパー。じゃ、また。はい、これ、こっちもすごいんですよ。向こう何もないんですよ。だから合計7、80本、100本近くか。引っこ抜いたことになりますね。まあ、引っこ抜かれたのもありますけど、かじり切られたのもありますけど、だから今、植わってるのは1000本強ですね。ということです。頑張りましょう。